なんで隠すんだ。目障りで的確な判断が下せなくなっちまう。ナルト、花火のチャクラを感知できるか。私は僕には届かない。ここは俺に任せろ。すまねえ。ここからは通さねえ。さあ、人形劇の開演だ。花火はこの上だ。あいつがいないなら、里を守るのは…サスケ…冷やしさん、チャクラ充填 75%。 次から次へと。さあ、お入り。分かった、返してやろう。ヒナだ。クソ、あいつに操られてんな。ヒナタの人形扱いしてんじゃねえ。ヒナタは僕のものだ、返してもらう。ヒナタ。まだ目覚めるのは早い。ヒナタ。ナルト君、ごめんなさい。私分かってっから、何も言うな。謝るのは俺の方だ。ひどい。まだ子供なのに。ヒナタ、これを破壊すれば月が止まるはず。羽村の血統以外の人間が触れるとチャクラを抜かれてしまう。なんだって。ヒナだ、俺にお前のチャクラを送ってくれ。100%。何が起きたんだ。熊の里より緊急連絡。五影会議招集。そんな兵器を隠し持っていたとは。やはり雷影殿は油断ならんやつじゃぜ。月影様、チャチャを入れないでください。次は時空チャクラ砲で。月は消滅。どういうことだ。しかまる、人工太陽が消えちまったぞ。我が一族、すべての眼球を捧げ。花火、ありがとう。どうしてそれを。トネルの術の玉を体から抜くときにお前の記憶が垣間見えて。ナルトに渡すつもりだったんでしょ。それ、くれないか。
でももうボロボロで。動いてるこの目で地球をナルト終わらせてやる。まあ冷静に判断しましょう。現状月は止まっているんですか。なんでまた時計が動き出したんだ。わからねえ。止めてください。ナルトたちが好きにいます。1時間だけ待たないか。何？私も賛成です。水かけ。ナルトは先の対戦の英雄、かけてみる価値はあるか。その根拠は。ティナナ大丈夫か。そこであいつの最後を見ている。何が起きている。終わったな。終わってねえってばよ。何？時間がかかんな。花火の目、返してもらいます。己が。もう、決着はついた。さくら、無事か。なんだってかよ。この目で全て、終わらせてやる。不屈天聖。試験だよ。トネリ、もうやめて。先生。
その間違った教えに従っただけ。さなければならないんだ。月をも動かすハムラの力を思い知れ。私の中にハムラのチャクラがあります。もうやめろ。チャクラの容量限界を超えたんだ。時間だ。どうした？俺にはナルトは撃てない。市場は捨てろ。どけ！わしが撃つ。雷影様、月に文字が。なんだと？あの忍び文字は。ありました。地球の未来は、シカマル、サクラ、タイ、ヒナタ、そしてナルト、この5名の力によって守られました。なんか欠かせやがって。これはドネリ、ドネリ、いつかもう月が地球に近づくことはない。永遠に。ああ、これな。母ちゃん、いつまで話してんの？先に行くからね。早くしろ、空間が崩壊し始めている。ひなた、何？昔の授業で地球最後の日に誰といたいかって聞かれた時、でも今ならはっきり言える。ひなたと一緒にいたいんだ。ひなた、裸足でお外に出ちゃダメでしょ。お前ら、母さんが本気出したら強いってばよ。